はい、皆さん、こんにちは。アキトです。前回ね、鉄を求めて潜った穴の中で炭鉱を発見しました。ので、ちょっと、で、村、とりあえずね、上に、こう、上がっていって、炭鉱、ほら。一回ね、村に荷物を、沖に戻ったりはしたんだけど、村に戻るついでにワンコも連れてきて、これで鉄取り放題っす。鉄もだけど、金もね、もうゾンビの声がいっぱい。もうまだ全然どこも探検せず、とりあえず炭鉱を見つけるだけ見つけて、すぐ這い上がってきたんで。うわあ、死んだ。おい、護衛たちどこ行った？護衛たちが上にいる。うわー、雲がいっぱい来た。もう一匹いたよな。鶴橋が優秀すぎて。お、ごめん。ちょっとずつね、中を掘り進めて鉄を、上がってくる途中でもね、まあ大量に鉄掘って、ある程度は確保できたんだけど、をよこせ。いや、マグマの音がする。怖いな。
どの辺から掘っていけばいいんだろう。最終的にもういけるだけ掘り進めようとは思うけど、最初迷うね。降りてみるか。コウモリだ。宝箱。おっ、ダイヤ。いやー嬉しい。いい出だしですね。名札もゲット。トロッコごと連れて帰りたい。逃げるな。あ、そう、こっから上がってったんだよね。そう、だからね、ここにね、いろいろしまってあんの。いろいろって、まあ、石炭ばっかりだけど、こっからね、上にブンって上がってったから、あれ、これはもしかして、あ、マウスさんが、ちょっと待ってね。マウスがね、最近クリック効かなくなっちゃうんですよ。なんでやろ。もう寿命ってことかな。接続し直すとね、あ、いけたいけた。接続し直すとちゃんといけるんだけど、この炭鉱にね、直で行けるように、上の方をブラブラしなくてもいいように、はしごをまた取り付けたいと思います。まあ、つっても、そんな低いとこじゃないから、はしごを作んないといけない。で、そう、この炭鉱まで、今お馬さん乗ってきたけど、線路引いちゃったら早いかなと。まあ、大した距離じゃないんだけどね。
で、そしたらまあトロッコでね、こう、回収した資材をブンと送れるなぁと思って、もう土。はしごがあとちょっと足りないかな。おお。今クリーパーいたな。クリーパーいたな。なんか上で爆発しそうな。今から爆発すんでみたいな音がしてた。夜、外が夜になってるからどうしよっかな。とりあえずはしごを作る道具を。こう日中はね、まあ、あの谷になってるんで、あの日中はだいぶ明るいんだけど、夜になると途端に暗いですね。いやでも本当大した距離じゃないな。びっくりした。はしごは無事。あ、お馬さんはそこだ。ちょっと潜ってようか。で、外が明るくなったら、あの石をね、いっぱい持ってきてるんで、この石を使ってちょっとこれもうちょっと下にも伸ばそう。外が明るくなったら、あの石で線路を引く道を、でちょっとここに帰ってこいよっていう目印を作っとこう。ここで、外が明るくなるまではこの辺をちょっとうろちょろしてますかね。お、もうどんどん奥に行ける感じだな。
お、雨が降ってきた。マジか。とかは今んとこ気配はないかな。わーい、宝箱。いやでもあっちこっち真っ暗。箱の中身は、これはまた後で回収しよう。あ、まあいいや。うわ、めっちゃ下まで降りれる。も下に続いてんのかな。お、スケさんか。見えんな。ワンコ行け。ワンコいると、ワンコいると安心。あ、外した。それにしても、おお、そこにもいたか。めっちゃ入り組んでる。楽しいな。ワンコたちが燃えるとあかんので、あ、そうそう、火の中止も書いてる。火の中止もね、確保しておかないと。
わんこたちが弱ってきている。ぼちぼちお外は明るくなっただろうか。外の様子を。めっちゃ隠れてた。外明るくなりましたね。よっしゃ、じゃあ、あ、この目印めっちゃわかりやすい。ここ入っちゃえばね。もうあとはちょっとこの雲の先が邪魔やな。あとはもう一本道でね。よいしょ。じゃあとりあえず地上に一回上がって、線路をねブンと走らしたいと思います。どうすっかね。でもやっぱね、高さは確保しておいた方がいい気がする。1個ぐらいかな。まあこんだけあれば十分でしょう。で、村がねあの辺なんだよね。あ、こう行ってこうか、こう行ってこうか、こっちかな。とりあえずこっち方面に。で、今度はこっち。ワンコたちが下で見守ってくれてる。もっとか。全然足りんな。こういうね、なんだ、資源を集めるための道を作るみたいなもんね。これはこれで楽しいんだよね。村があそこに見えてきた。あの山がね邪魔なんですよ。火薬いっぱい集めてクリーパーとは遭遇し放題だから、火薬いっぱい集めて山を吹き飛ばすという手もあるにはあるけど。
でも綺麗に吹き飛ばないから、なんかその吹き飛んだ後整地しないといけない。あ、ワンコ。じゃあ下で待っとけや。もうちょいかな。あ、地面が近い。ワンコ邪魔。もうちょい。こんなもんかな。うん、こんなもんだ。じゃあ、あとはこれを村に向かって引っ張るだけかな。地面がめちゃめちゃ近い。これはちょっと失敗。まあいいか、こんなもんか。とりあえずね、動物とモンスターの線路内に立ち入らなければもうそれで。いやー、ほんと地味な作業なんだよな。丸石もちゃんと足りそう。この辺基本平地が広がってるんだけど、ただこう水がね、こうあひところどころこう水があって、馬で駆け抜けるにもちょっとこう回り道だったりとかするのがめんどくさかったり、ね、はい、村に到着です。村もね、全体的にもっと明るくしてやんないといけなかったりするんだけど、ランタンを作るのにはね、鉄が必要だからね。でももうすでにね、鉄
ここ帰ってくる前にもうこんだけ取れてんだよ。先にこれで街の明かりを取ってもいいけど、まあでもとりあえず今回はここまでということで、あとはね、このさっき引いた道の上にレールを走らせて、トロッコを、チェスト付きのトロッコを設置して荷物が運べるようにすればいいかなと思います。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。ああ、終了が押せない。まさかのここで、マウスがお亡くなりになる。おい、ちゃんと、シャキッと終わらせてくれよ。ダメだ、マウスが。生き返れ、マウス。ほんと、グダグダもいいとこよ。あれ？クリックはできる。待って、こっちはクリックできるのに。録画終了ボタンが押せない。なんでや。え、マジこれどうなってんの？オッケー、生き返ったな。よし。はい、じゃあ、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。